中国は自由がなくて、なんかこうみんな日本行ったらすごい自由が増えるという噂だったんだけども、ところが日本に来たらびっくりしたと。なんだ、中国からもっと自由になると思って日本に来たら日本の方が自由が少ないと。雑談の2番目ですね。日本は自由がないって話なんですけども、これね、アンケート取る前に先にちょっと何の話なのか言いたいんですけどもですね、中国からですね日本へ転校してきたですね、小学生中学生の話なんですね。でこれ僕もどっかのサイトで読んニュースサイトで読んだんですけどもですね、どう言えばいいのかな、小学生とか中学生が日本に来たらですね、普通日本は自由が多いって話になるんですよね。そうじゃないんですよね。その子もですね、そういうのに聞いてたんですよ。中国は自由がなくて、なんかこうみんな日本行ったらすごい自由が増えるという噂だったんだけども、ところが日本に来たらびっくりしたと。例えば女の子だったらクラスの誰とトイレに行くかを決めなきゃいけないし、男子だったらどのグループに入らなきゃいけない、いわゆる同調圧力というやつですね。そういう見えない圧力がすごく強いと。で中国人というのはご存知の通り、悪い言い方をすれば手前勝手ですよね。でそれは逆に言えば、彼らから言えば政府からは押し付けられてるけれども、自分たちは自由だっていうことなんですよ。例えば偏った情報を押し付けられても、それに対して怒ったり反論したり、自分の感情は全て自由なんですね。それが中国人が考える自由で、なんだ、中国から もっと自由になると思って日本に来たら日本の方が自由が少ないというふうにな主張があってですね、僕それなんか面白かったんですよね。なるほど、日本人とその自由の定義っていうのはそんなに違うと。日本人のが考える自由っていうのは、どうしても報道の自由とかね、言論の自由とか、考えやすい自由なんだろうな、外に対して聞こえのいい自由なんですね。ところが中国人が重視しているのはあくまで自己決定とか内面的な自由で、ひょっとしたらその中国の言ってる子の方が当たってんじゃないかなという、まあ多分どっちもどっちというふうに言うこともできるんでしょうけれどもですね。ということでですね、日本と中国どっちが自由かというふうなことで、まあまあこれもウォーミングアップみたいなものですね、皆さんのとアンケートを取ってみましょう。1、日本の方が自由ですね。2、中国の方が自由。中国人の女の子の言う通りですね。まあどっちも同じ。それはどっちも同じように自由がないでも、どっちも同じように自由だよでもいいんですけれども。ということでですね、今以上の話を踏まえてですね、まあ皆さんの正直な感覚というのはどの辺でしょうね。僕は中国の言ってる子も一理あると思うんですけども、全体で考えれば日本の方が自由なんじゃないかな。だって僕そういう同調圧力に全く動じなかったですからですね。よくわかんないですよ。同調圧力あるのはわかるけど、気にしなければいいじゃんっていうのが俺の考え方なんで。ということでですね、自由のアンケートを取ってみました。皆さんどうでしょうか。さてさて。はい、日本の方が自由。中国の方が自由。どっちも同じ 34%。はいはいはい。まあまあ、はい、日本の方が自由というのが多いのが普通なんで安心しました。はい、中国の方が自由という人も、まあ今の話を聞いて内面的なものというふうなことで、多分ね、そういうふうなことがすっごい引っかかる人も割といると思うんですね。なので 10% ぐらいがそういうふうな人っていうのはすごい納得できる話です。ウォーミングアップのアンケートはこの以上です。北京大学でのトムニュー主義の講演会っていうか、公開講義みたいな形だったそうですね。でそれは明治大学とのですね、共通の講座で先端アニメ、交流会というような名前でですね、中国と日本とはそれぞれ、お互いが持っているアニメーションとかコンテンツビジネスに関しての先端的な講義っていうのをそれぞれ交換でやろうって話して、でそれが日本から富野さんが来たんですね。富野さんはその中国での自分の講演特別講義にすごいショックを受けてらっしゃいました。なんでかというとですね、もう600人ぐらいの教室がいっぱいになったそうなんですね。5年ぐらい前にですね、人民大学っていうところで中国で、それも割と中国で本当にトップレベルの大学なんですけど、そこでした時にはまだ400人1回行かないかぐらいだったんですね。それは600人の会場がほぼ満員になって、ものすごい熱心なアニメファンばっかりだった。で北京大学自体がですね、学生数が4万人なんですね。もう本当に巨大な大学なんですよ。でそれでもカンボス大学だから偏差値それなりかというとそうじゃなくて、いわゆる中国の東大ハーバードですね、まあ、人口が多いからそれのトップ中のトップ、とりあえず経済的にもトップだし成績とかもトップの人間ないともう北京大学なんか入れないわけですね。その北京大学に入ったらですね、北京大学のですねアニメ圏っていうのがあってですね、このアニメ圏の人数だけで600人いるそうなんですね。俺らそんなの聞いたことないですよね。600人って言ったら、第6回か第7回の日本 SF 大会の人数と同じでですね
多分昭和40年代日本中のアニメファンを集めてもそれぐらいしかいなかったんです。それが北京大学っていう中国最大のインテリ層のですね、でおまけに北京大学に行くような人たちですから勉強できるだけではなくてエリート候補なわけですね。産業界とかですねビジネス界全体のエリート層として期待されて、で中国中の田舎とか都会からガーッと北京に集まってくるわけですね。で、家の誇りとか 名誉とかですね、一族とかですね、あと地方あの地方地方のですね期待というのを背負って北京に来て、北京大学に行ったら何を間違えたかアニメにハマってしまってですねで日本人の講演に聞きに来るというですね、これあの後でドミノさんも聞いたんですけども、実はいわゆる、尖閣諸島事件が起こってありとあらゆるですね中国で日本との文化交流が全面的にほぼストップしてしまったと。でコンサートとかも全部中止になりましたよね。でそれ以降初めて行われた日本人 あのなんだろう文化交流だそうですね。他の大学でもですねアニメ研っていうと大体数百人規模だそうです。つまりうーん中国ではですね今エリート層が行く大学が学生数数万人規模になってきて、でその中でアニメ研っていうのが数百人だから北京大学400人4万人のうちアニメ研が600人ってすごいですよね。北京大学の人口の 1.5% がアニメ研に入ってるってことなんですね。そんなの聞いたことがないですよ。日本でも一番アニメや漫画が盛んだった1980年代後半から90年代入りかけぐらいの時ですね、その時代でもですね大学の人数の 1% が漫研アニメ研に入るなんてことは僕は聞いたことがないんですけども、だって漫研アニメ研に入るってことはイコール日本文化に対して僕たちは好きですって宣言してるようなもんだから、ある種それを北京で宣言するのは危ないことだと僕は思うんですけども、危険を落としてまで入ってくるし、あと熱心に富田さんの講演を聞きに来る学生がそんなにいる、アニメ研がそんなに存在しているところをびっくりしました。これが中国人の大学がまあそういう感じだそうです。今漫研アニメ研に人がわんさか入っている状態 でこれを見て富田さんは何か変わりつつあるというふうに考えたそうです。まず一つ言えるのは中国ではですね、富田義行のガンダムにしろ、海のトリトンにしろ、ザンボットにしろ、イデオンにしろ、どの作品も一度もオンエアされたことがないんですね。どの作品も DVD もビデオも売られたことがないはずなんです。ところがその北京大学 その講演会に来てくる600人の一般公開のですね講座なわけですね。だから大学会の人も来てるんですけど、その人たちは全員ガンダムを知ってるし、ガンダムを見ているし、富田義行という人が目当てで来てるんですね。変な話なんですよ。もし中国が本当に世間で言われているように、マスコミで言われているように言論統制が取れていたり情報統制がされていたら、富田義行の名前を知っているはずがないし、もし名前を知ってたとしてもそれを映像で見てるはずがないんです。でもほとんど来てるやつは全員見てるし、ガンダム通して見たやつばっかりなんですね。富田さんはそれで言論統制というのは実はもうそれが成立してないんだなっていう考えだそうです。あそうですよね。報道ランキング低かったですよね。これちょっと関係ないかもわかんないですけども、日本の報道の自由は世界から見て低レベル、堂々と政権批判できるのに報道の自由度ランキングが低いと。これはあの報道の自由度ランキングが日本でかなり低いという、そういうふうなことが言われて、またあの官房長官がですねそんなことないよっていうふうに怒ってるまあそうでしょうね。政治家から見たらこんだけボロクソに言われてるの許してんのにって思うんでしょうけども、リアルに僕がどれぐらいテレビ出てるのかっていうのを置いときますよ。それはタレントとしてはあんま出てない、正直言って本当に出てない方だと思うんですよ。でもそれでもですね、報道では何を言ってもいいけども、報道バラエティでは言うことを気をつけてくれっていうのが日本の番組の作り方だと思います。具体的に言うと報道ステーション、古舘さんの報道ステーションに僕が2年前に出た時は何言ってもいいって言われました。本当に何言ってもいいっていうふうに言われましたけども、報道バラエティ番組ではそれもう局によって違うんでしょうけども、でも基本的に原発の話するときは気をつけてくれっていうふうに言われますよね。っていうのは原発の話っていうのは話そうと思えばいくらでもネガティブに話せるし、あとほんのちょっとでも上げ足を取られるような発言したらそれはもう大炎上するので、原発に関してはかなり確信持ってこれを話さなきゃいけないと思った時は小田さん自由に話してもいいですけども、それ以外の時は気をつけてくださいっていうのは報道バラエティでは言われるけども報道番組ではまず言われない、この差があるのはありますよね。日本の報道の自由度ランキングっていうのが僕はどのあたりを指してるのかよく分かんないですよ。報道バラエティなども報道に入れてしまえば
だって僕が出てるですね、関西の正義の味方ですか、もうほとんど東京以外では全てネットしてるような番組ですけど、あんなもん報道でも何でもないですよあんなもんはよその局とか自分の局がやってる報道を集めてで僕とか宮崎哲也とかが世にもいい加減な感想を言って、で向こうにいるタレントさんが世にもいい加減な感想を言うっていうですね、報道演芸番組であってですね、あれを報道番組に入れるとおかしなことになっちゃうと思うんですね。だから報道番組だけで言うとそんなに僕低いと思わないですよ。逆に言えばどの国がどの面下げて報道番組の自由度がそんなに高いんだというのはちょっとあります。出てる側の感覚からしたら報道の記者クラブの問題とかいろいろあるのは分かるんですけども、こんなにねゴールデンタイムでニュースバンバンやってる国ってあんまりないのでですねよその国っていうのは報道のやってる専門の局があったり、あと報道番組っていう枠があって、その中ではかっちりやってるかも分かんないですけども、実はゴールデンタイムってドラマとかね、日本よりもっとひどいバラエティとか、日本よりももっとひどい通販番組やってるので、結果的に報道は見てきたそのまんまを取って出しって言われるやつをやってるんで、割と自由度が高いような印象になっちゃうんじゃないかなっていうふうにちょっと感じますね。ここら辺は僕のあの偏見かもわからないんでですね、なんだなんだ偏見に満ちた与党批判できてる時点で自由、あ北よりは自由、まあ北よりは自由って言い出したらもうしょうがないんですけどね。どこの国が一番なんだろう、北欧の方だったと思いますよ。この国にテレビ局あったのとニュース番組いくつあるのっていうようなところがあれ楽ですよねノルウェーとか具体的な国の名前なんか言うのはなんですけど、あの辺とかスウェーデンとかですね、放送局が2つか3つしかなくてですね、報道番組が2個か3個しかないところはもうそれもそれは報道の自由高くできるんですけどもですね、局がいっぱいあったらですね、あればあるだけやりにくくなりますけどもね。皆さんは日本のどういうところで自由を感じますか？また不自由だと感じる場面はありますか？コメント欄でお待ちしております。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。